そこの姉ちゃん、坊ちゃん、今日は一生懸命やるんだぜ。いやね、おめえたちこれから日本の未来を支えていく大切な子供なんだい。分かってるかい君？分かってない。浜松は天馬町、天馬町といえば黒龍や亀吉さん、それに BW 教室の林博さん、共に情の深いお方たち。おい、そこの坊ちゃん、何やっとる？ハサミをしまえよ。誰よけば駿河の国に茶の香り、明大なる東海道、名勝古跡の多いところ、中に知らる羽衣の何きょとんとして見てて、松に並んでその名を残す街道一の親分は。はい、ごめんなさい。じゃあ今日の勉強始めるよ。おう、姉ちゃん、背中伸ばしてくれ。坊ちゃん、背悪いぜ。じゃあ今日の勉強、座標の勉強。座標言えるかい？座標だぜ。ちょっと難しいお勉強だからできるかな。ではこれから1年生、2年生、3年生の子供たちが教室を変わることになりました。皆さん大きくなったので教室を移動してもらいます。1年生の人たちはみんな一番左側のこの列です。ですから1年1組、ここは1年2組、ここは2年3組で、真ん中が2年生の教室です。2年1組ってな。2年2組。なんだその声は、元気ねえぞ。2年2組、2の3、2の3って言えばいいんだな。そう。じゃあここはなんだ？3の2、ここは3の2組、3の3。あんた何年何組？何組？3年目。1組？2。え？2。2組、ここじゃん。私の2組。あなたは2組。3年に同じ肉屋教室じゃない。そう、山崎君は何年何組？1の2。あの人1年生の2組。じゃあ、あなたは岡部がね、3年2組。みんなあんた同じくらいですか？おそう、大場さんはだ、ね、前の学校ではね、3年3組だったけどね、今3年1組。今3年1組だった、うん、じゃあここだ。要するにここが、ここが1組で、2組で、3組で、ここが1年で、ここが、ここが3年、そうなってるわけね。なんで日本なんだ？え？なんで日本なんだ？日本？だってあら、日本の旗立ってないの、あんたたちの学校。立ってる、立ってる。大阪じゃ立てとかないと橋本市長さん怒るよ。え？日本の旗と、なんなら観光の旗と、なんか交通安全の旗。交通安全の旗が3本立ってるの。日本の旗と3本、中学校も3本。あんたも3本？3本。あれ、静岡県の旗立ててるとこないの？浜松の旗から入ってる。浜松の旗と日本の旗と、あと学校の旗。学校の旗もあるの？日本の旗がなくてね、静岡の旗がなくて。本当？なんでその静岡？この学校には日本の旗が立ってんのよ。ジャパニーズフラッグ。じゃあ行くよ。まず横は1、2、3、4、3。はい。1、2、3、4。背中伸ばしてやつ。なめさんに酔っ払ってもよかわよ、お前ら。姉ちゃん、坊ちゃん、いいね。そこの嬢ちゃん、坊ちゃん、わかるかい？勉強するときはな、背中をしっかりと伸ばしてやるんで、わかったかい？結構けただけにご飯いただけ。あんたのケツはクソ丸け。え？見てないよ。じゃあ見てあげる。やだ、見ろ、エロ、エロ。女の子にはしないから安心して。エロ、男子なんてエロいよ、エロい。なんで男子なんでエロいよ。エロいよ、エロいよ、やったも、やったことない。うんちがついてるかどうか見るだけだよ。それがエロいんだっつーの。じゃあ見なくていいもん、僕は。鼻で噛む。うわ、エロい、エロい、エロい。どうして？エロい。人のそういうところで、なんとかするなら。あんた都合悪いことあるの？そういうことされて。エロいの。あらまあ。エロい。
嫌にこう拒絶するわね。キモい。バレるのは怖いの？うん。あ、キモ。ついてんの？まず元々そういうことで日本でキモいって。僕はそれじゃない。皆さんのパンツにうんちがついてるかどうか、それをちょいと確かめてみようってんだから悪いことはねえんだよな。あ、そう、下をめくったらケツだぞ。ケツは大事な服をするところだぞ。そんなところなんとかしたら、なんなら言うんだったら先生が教えてくれよ。よし、じゃあしっかり声出せ。いいな、大場さん、しっかり声出せよ。男に負けるな。1、2、3、4、3、はい、じゃあちょっとふざけて後でゲームできないぞ。1、2、3、4、今日はね、下からいきます。1、2、3、4、左からいきます。1、2、3、4、だからお行儀ゲームです。ここは1年生です。1の1、1の1、はい、1の1、1の2、2の1、2の2、3の1、3の2、では問題、分かった人に手を挙げていただきます。ここは何でしょう？分かんない。あ、3、1の1、分かった人、伊藤さん。1の1、ピンポン。じゃあここは、はい、はい、島田さん。2の3、正解。はい、岡部くん。3の2、 OK。 ここ、山崎くん。4の4、素晴らしいだろう。なんでもクラス目がないの？え、なんでもクラス目がないの？5クラス？この学校ちょっと小さいもんでね。でもさ、4クラスしかない。3クラス。あれ、今はもう4クラスある学校なんてうんと少ないんだよ。5クラスある？1クラス。1クラスだけでしょ、あんたのとこ。3クラス。あんたのとこは？2クラス。あんたのとこは？2つ？あんたのところは？3クラス。3クラスある。1の3まであるんだ。じゃあ行くよ。1の1、岡部くんの声いかない。1の1、1の2、2の1、2の2、そこで聞きます。今度は逆ですよ。はい、ここ分かる人。はい、森田くん。あんた森田くんって名前でしょうか。森田くん。はい、岡部くん。2の1。あの言い方がちょっとね、普通じゃない。じゃあここ、おばさん。1の2。え、おばさん。1の2。伊藤さん。1の1。また増えましたね。臭い。じゃあ3年生だけにしておこう。3の1、3の2、3の2、3の3、3の3。じゃあ岡部君こうなるよ。3の1、伊藤さん。2の1。そういう方ダメなんだって。岡部が2の1って言うんだって。違うよ。で、岡部に聞いてみて。面白い、あのミュージカルみたいだから。岡部くん、ここは何？1の1。いや、ない。